そう、人生初マヨなんていうの、マヨネーズ冷やし中、マヨ冷やし中華、マヨネーズマヨ冷やし中華食べるよん、あ、食べるよになっちゃった、食べるよね、あちょっと待って、食べるよん、冷やし中華にマヨネーズをかけてみた、あーそれでもよかったな、そのなんか YouTube の題名っぽくて、こんばんはミコルさん、こんばんは早川さん、こんばんは竹村さん、こんばんは、人生初なんですよ、そうやります、ね、さっきファミマでね大急ぎで買ってきましたよ、最後の一個でしたよ冷やし中華、これ危ない危ない、まあカフェカフェヤピンさん、こんばんは、そうラーメン芸人さんですね、違いますよちくねさん、マヨ中華っていう、マヨ中華っていうんだ、くりちゃんさんお花ありがとうございます、チューリップかな、チューリップありがとうございます、こんばんは、こんばんは、いとげんさん、気に、ま、これね買っちゃって、本当にマヨネーズついてるんだよね中に、いや関東だとないのでね、楽しみたいんだけど、ちょっと待って、なんか位置が悪いな、位置が悪いな、僕も冷やし中華買ってきたよ、いいじゃないですか、セブンじゃないのか、セブンじゃないですよね、名古屋はなんかファミマの方が多いですよね、椅子でいいかな、これ見える、見えないね、そう名古屋はファミマの方が多いんですよね、あまあいいよなんでもないです、大丈夫です、あコンビニで買ってきました、はい、あ見えない、ギリギリ見えない、日本語でお願いします、あーおーあーおー、母国語出ちゃったね、ごめんね、うーサークル JK の撮影だって大暴れしてる、あーおかわいい、しんいちさんかわいい、ありがとうございます、ありがとう、ごめんね、なんかどうしましょう、どうしましょう、見えないよね絶対、見えなくても構わない、じゃあ食べますよ、こんばんは、ハリッコの猫さん、こんばんは、お壁に投げないでね、どういう意味ですか、サイパンターマンのファミマだけどやっぱりマヨついてない、ついてないですよね、ついてないんですよ普通は、いや普通はというか関東は、なのでそれが普通だと思ってて、フィリムのつなぎ目から開けられます、何それ、つなぎ目から開けられるって、どっから開けんのよ、フィルムのつなぎ目から開けるってどういうことよ、と、あー冷やし中華配信です、マヨネーズ乾杯、マヨネーズ乾杯の飲めってこと、マヨネーズはかけないで、マヨネーズグーディーズに改良パメパメ、食レポ期待してます、いやごめんなさい、食レポはすいません、私あれなんですよ、ブログ書くんですけど、そのねこのリアルでこう話すのがそんなにね、正直そんなにあれなんですよ、はい、あれなのであんまりね期待しないでくださいね、 あれやっぱ文章に、あ文章にやるのと違いますからね、どん困るよん、あトラチューブさん千万流ありがとうございます、こんばんは、腹減る腹減れ、ちゃんと食べてみんな、夕飯足でマヨネーズついてるのが当たり前、それねびっくりした本当に、前回ちょっと君よいしょ、ちょっとふざけんのやめよう、よしよしよし、まあそしそしょそそししょうさん、こんばんは、あうわーおーもうこんばんは、トマキさんこんばんは、ね、まずかったら素直にまずいって言うねまずかったら、いやじゃあいや、あはい、今回は正直に行きますよ、私覚悟してくださいね、覚悟、もういいや、ごめんね見えないね、まあまあまあ、ま、冷やし中華みんな知ってるからいいよね、うん、服すげえ、服装すごいジャラジャラでしょ、あチョコミントさんハート10個ありがとうございます、ありがとうございます、
いかついな。いかついんですよ今日の服。はい、嘘つき呼ばわりされたし、いやごめん、信じなかった信じなかった。どうにかしたい、ごめんなさい、本当にすいません。あー、つまようじだ。はい、ちょっと斜めなんですけど、あはは、足がよいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、ごめんなさいね、すいません、落ち着きます、ごめんなさい、ちょっとね興奮しちゃって、人生初めてなのでマヨネーズ中華丼興奮しちゃいました、すいませんね。はい、リハーサルしといてそうしたらリアクションが、リアクションが変わっちゃうよ。うん、はい、開けました、開けま、これは普通か、マヨネーズの部分が普通じゃないんだよね、普通、普通じゃないじゃない、関東だとね。うん、あ、なんかもらったね、こうちゃんさん、かわいい、ありがとうございます、かわいい、いただきました、ありがとうございます、こうちゃんさん、ありがとう。ちょっと待って、また倒れようとしてるよ君、どうしたの今日、調子悪いですね君。はい、食べていきたいと思います。え、なになに、なんか、あ、こういうものなのか、コンビニの中華丼、あ、中華冷やし中華麺です。あ、からしついてる、からし、前はラスト、前はラスト、わかりました、うん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 、なるほどね、おー、あーおー、うるさいね今日ね、あの音量を小さくしてください。あ、ひさおさん、お疲れ、ありがとうございます、ひさおさん、お疲れいただきました、ありがとうございます、お疲れ様です。乾杯じゃないけどね、みんなでご飯食べましょう、餅つけ餅つくのかよ、よいしょ、あー、ちゃんとね、このね蓋についてるきゅうりとかもね拾って食べてくださいね皆さんね、こういうね、こういうの大事ですから。はい、え、これ何やんだ、あ、 まずはあれか、あのタレを、タレを入れるのか待って、しばらく食べてない、こんなの、コーヒー牛乳入れてください、やめてください、大事大事、そう、具、あのちゃんと蓋についてる具までね、私カップラーメンとかでもね食べてますよ、ネギとかね蓋についてるやつ、よー、スープ投入、4番って書いてあるけど大丈夫かな、これ一番最後に入れるとかだった、かつのりさん、かわいい、いただきました、かつのりさん、ありがとうございます。食レポやばい、期待されてるよ、やばいよ、いやちょっと本当にみんなね、一番最初に言っときます、あのね、文章とね違うんですよリアル文章ではこう細かく書けたりするんですけど、思い出しながら、なかなかね言葉にこう実際するってなると、私まあ元陰キャなんで、元って言っとこっか、うん、苦手なんですよね。あ、みゆまさん、ファイト、ありがとうございます、頑張ります。木図も大事、木図、そう大事よ、木図って言わないで、こぼさないで、ありがとうございます。タレ入れて、マヨ入れて、混ぜて、具を入れる、え、最後って言ってたのに、レンチン、早い、レンチンしないよさすがに。あ、でもはい、やりそうだな、うちだったら、適当に買った時、なんか丸亀製麺とかで、私し明太釜玉頼んだんですよ。で忘れてて、釜玉、あの釜玉の作り方みたいなの、そうで、そのまま醤油かけるじゃないですか、あれ何もかけないで、それをね、つい入れちゃったっていう、あったかいポットの、そう、そういうことやってますたまに。よし、これで具かな。あ、なんかもらったね、もらったよ。ゆのみんさん、お疲れ、ありがとうございます、ありがとうございます。ゆのみんさん、ザッピーさん、馬10個いただきました、うんうん、ありがとうございます、ありがとう。元だから、元陰キャだから、一応元って言っとくから、はい、よくほぐして、具を入れますね、はい、ヤシテスさん、ハートいっぱいいただきました、100個ですかね、ありがとうございます。ヤシテスさん、トラチューブさん、だるまいただきました、ありがとうございます。そう、釜玉の意味って感じだよねはい、乗せていこう。これね、綺麗に乗せるのがね大事だから、こういうのでやっぱセンスいいなとか、思われるからね、この何料理とかの盛り付け次第で、うん、盛り付けがダメだとこの人料理下手なのかなとかすぐ思われるからね、うん、うん、早川が SK でやって
いけるかかかってるぞ。やばいやばい、今日の配信結構あれじゃない、命取りというかやばい、人生のあれだよ、道分け、道分けっていうの、道分けだよ。こんばんは、カムカバさん、こんばんは、ブナキャンさん、こんばんは、ブナキャンナナンさん、こんばんは。今も陰気はやめてください、それ言わないで。マキさん似合ういただきました、ありがとうございます。似合うありがとうございます。あ、もやしも入ってんのね。そっか、もやしもあったんだ。あれ、ハムがない。あ、ハム、ハムじゃない、見て、ハムじゃなくてこのチャーシュー、びっくり。これ高得点ですよね。うん、これはいいですな。あえてハムっていうのもいいんだけどね、こういう豪華なのもいいよね。はい、それでからし、これ入れよっかな、これ入れる派みんな、このからしじゃなくて、ちょ、そう、命取り混ぜたら一緒なんて言わないで、これ入れちゃおっか、まあいっか、うん、入れちゃおう。はい、そして真ん中に卵ね。はい、きれい、きれいにできた。ここまで OK、 ここまで OK。 はい、ここまでは普通の、紅生姜だ、そう、紅生姜捨てるやめて入れない、入れない派の方も結構いらっしゃるんだね。同化してる布団と、そう、ごめんね、黒大好きで。うん、 Eat well, thank you so much, シンボン。はい、じゃあ肝心な、ごめんなさい、私からしはね入れないかもしれない。ダメ、からし入れないとダメですかね、これ。とりあえず眉は入れます。あ、こんな感じですね、今ね、ほら綺麗でしょ、センスいいでしょ。あ、当たり前だけどねこれ。まあいいや、マヨネーズ入れます。からしは入れない、入れない、からし入れない、 A で、からし入れない方も結構ある。黒ね、ありがとうございます、クリちゃんさん、嬉しいな、お上手。からしやお好みで、なるほど、絶妙、センスいい何絶妙いい感じ、はい、お好みでいい、 OK、 いくよ、マヨネーズいきますからね。普通にお好み焼きみたいにやるんですよね。全ファミマ社員が注目してますよやばい、緊張する。 これもね、かっこよくやらないと、やば、こぼれた、やばい、やばい、こぼれた、かっこよくやりすぎた、ちょっと待ってこれ、これ次立て、次立て、これ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 、あー、センス悪い、やばい、やばい、命がかかってる、私の SKE ライフがかかってる、ここに、やばい、やばい、あー、全部入れちゃいますよ、全部入れちゃいますよ、今頃ですけど、はい、全部入れます、うん、こうなったら、くらえ、チューブパワー。よいしょ、果たして関東人にこれはいけるのでしょうか、ありなのでしょうか、ありよりのありなのでしょうか、ありよりのなしなのでしょうか、なしよりのありなのでしょうか、なしよりのなしなのでしょうか。いきます、全部入れても足りない、マジか。ほら、マヨネーズ入れました。いや、緊張しますね、全部入れましたよ。うん、やばいね、チューブパワーとは、あ、チューブ、あの日本チューブの力そうそうそう、トラチューブさん、ハートありがとうございます。私は全部入れないです。わ、失敗したか、全部入れない派の方もいますね。結構いった、結構いったよ、1億名古屋市民が注目、やめて、何か違う、なんでなんで、トラチューブ、トラチューブじゃないな、ごめんね。マヨネーズ いきます。え、このまま食べるの、いきますよ、シャカシャカ、え、ま、混ぜますか、そのまま、まずいきますか、自分は混ぜる、さあ、サラダだと思いますよ、普通、本当のならそこから混ぜる、混ぜるか、え、じゃあ混ぜます、はい、シャカ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 、うわー、待って、大丈夫なのかこれは、酢と眉が混ざっていく、なんか眉があれよ、液体に浮いて、なんか